一緒に行く人は YouTuber さん。え、ヒカキン？いや、もう一人います。やば。セイキン？いやー、もう旅行の準備大変。もう嫌い、大嫌い。我々は明日、いや今日の夜からディズニーランドに行くぞい。ようやくやな。3回目です。3年ぶり2回。太一、3回目です。大丈夫？パパは大人になってから初めて行ったんで、コアと太一と一緒です。3回目です。楽しもうか。はい、まあ、とりあえず運転と、あ、もう運転はパパとママのお仕事やけど、もうここ最近暑すぎるから熱中症みんな意識して気をつけてな。はい、あと迷子、迷子絶対あかん。もう心がもうえぐられる気持ちになるから気をつけよう。はい、あとは楽しむのみで、お友達も一緒に行くから一緒に楽しもう。はい、はい、で、あとは車に、もうちょっと詰めなあかんかな、まあ、充電器と何スイッチって持ってくんの？デクじゃあもう、ね、じゃあもういらんやろ。チークのお世話は助っ人に頼んでるから、うん、待っててな。よろしく。じゃんけん、はい。みんな喋ってよ。はい、ママがきついって。あ、はい、大丈夫、アウト。ママって書いてましたよ。おっと、勝った。揃ったな、勝ったな、うん、勝った負けた。勝ってないババ、今の気分を勝って。ババ、え？ババ今の気分はやって。今の気分、今の気分ねえもん。あー、大地勝ちちゃう。え、大地が来る。あー、違うんか。うの、何言うてる。うのちゃうし。言うならババおっと。え、うわー、大地勝ち。みんな今の気分は、眠たい、みちが負けた感想が悔しい。え、それだけ？たった？ムカつく。それと？え？全然分かれん。何を言わしたい？最悪。最悪。え、小春は？小春勝ったな。パパは？パパは？パパは？パパ？うん。死んだ。負けたでした。はい、行きます。あ、これ白なの？白って言ったらいいパパは。ありがとう。チキン。何がおもろいね。バカにしてんのか。バカにしてる。なんでやねん。結構オーソドックスやけど。チキンラーメンは王様や。王様、うん、頑張って、荷造りは終わり。早めにお風呂を済まし、どうぞ。お風呂上がりに、もうパジャマではなく翌日の服を着る。もうこれはもう旅行の技の一つやな。でも、もうだってすぐ出るからね。パジャマで行ったら途中着替えなあかんから。3年ぶりやで、3年ぶり。眠い。もう眠い？うん。いいやね。もうじっくりと言ったね。こっからパパめっちゃ起きないから。いいやつだね。てかまだ6時やし、普通の日も寝てんのに。赤ちゃん。なんかいつもより眠い。でもそれ、昨日ワクワクしすぎて寝たんが。11時半ぐらい寝てんねん、昨日の夜になんか、上からめっちゃ騒がしい声が聞こえてんけど。寝ようなって言ってさ、目閉じててもクスクス笑ってさ、寝れない、寝るにはどうしたらいいの、楽しみすぎるみたいな、もうずーっとしてるからさ。いや、あの、え、上上がったら8時くらいになった。そう、8時に上がってたらさ、もう何時間目で喋んねんな。え、で、2時間11時半。そう。一方その頃、太一はぐっすりぐっすり、すぐぐっすり喋ってから寝ようって言ったよな、太一は。楽しみやなって言って喋って、気づいたらもう太一もな、
リーぐらいの声でな、ずっと11時ぐらいまで喋ってたよ。喋ってた。目つぶって。いびきかいてた。駐車場がね、何時にあくわかんないんだけど。どこ集合なの？パース。入り口？何言ってどう？わかんないね、まだ。だから、うまく入れるか、全員がオープン前に来れるか。なんか噂によるとさ、高速降りたところらへんさ、朝めっちゃ混むとか聞いたし、一緒に行く人は YouTuber さん。え、ヒカキン？いや、ファーストキッズズミ。やばいな。マジだけ？もう一人います。やば。セイキン？ダーシマ動画チャンネル。もう一人おんで、やばいじゃん。爆笑してる。明日は、てか今ディズニーめっちゃ濡れる可能性あるって。だから着替え持ってこう。え？うん。何？うん。なんだ。肌着で行くの？肌着ディズニー？止められへん。だからタイチの濡れた時の着替えはパパリュックにあるから。オッケー。小春はママリュック。覚えてて。あと、あ、サンダル。サンダルは小春とタイチの分パパリュックやから。覚えてて。びっしょびしょになったスニーカー履いてくん嫌やろ。まあ、その時はサンダルに履く。あ、緊張してきた。はい、じゃあ行こうか。はい、もういよいよで、もう君らは車乗ってちょっと経ったらコテンって寝て、起きたらもうディズニー、いや違う、ディズニーランド。はい、じゃあ元気よく行きましょう。はい、必ず生きて帰ってきます。はい、じゃあディズニー動画お楽しみに。はい、じゃあ行ってきまーす。行ってきまーす。ゴーゴーゴー。